作ってサンシャイン。毛塚さん、おはようございます。おはようございます。前回のおさらいをいつものようにお願いしたいんですが。あ、そうですね。太陽光システムは長期の使用を前提にしているので、信頼できる製品と企業選択が大事というお話をさせていただきました。はい。長く使う製品なので、安心して使えるものを選ぶのが大切になります。確かにそうですよね。はい。で、そこで、はい、リスナーさんからですね、屋根の上に太陽光パネル乗せると屋根が下がってきちゃうとか重くて、はい、ダメなんじゃないのっていう質問をいただいてるんですけれども、はい、そうですか。まあ、こういった疑問質問をいただけるのは非常に嬉しいですね。はい。まだまだ皆さんの知らないことがですね、たくさんあると思いますので、うん、いつでも問い合わせください。また直接私にかけるとシステムを押し売りされるんじゃないかと恐れてる方はですね、今回のように TJS に質問を送ってくだされば、はいはい、間にワンクッション入りますのでご安心いただけるかなと思います。ちなみに押し売りはしないですもんね。そういうことはいたしませんの で、 そうですよ、ね、あくまでですね、一生懸命ご提案をさせていただくだけです。はい。さて、話が逸れてしまったんですけれども、屋根の件ですね、はい、太陽光パネルって結構重量がありますが、はい、屋根の耐久性って大丈夫かしらというものなんですけれども、はい、確かにですね、パネルは1枚約40ポンドの重さがありますので、うん、それがこう何十枚とですね、屋根に乗るのを考えると、はい、非常に不安になりますよね。そうですね。ただその屋根にはですね、レールをつけて設置してきますので、はい、その場合にはですね、屋根にかかる荷重は点ではなくて面でかかってくるんですね、うん、あ、なるほど。はい。で、その場合の重さなんですが、1スクエアフィートあたりですね、約5パンド、2.5 キロほどにしかなりません。ずいぶん軽減されますね。そうですね。で、これは通常の建築基準で建てられている家であれば、十分に耐えることができる重さになってます。はい。またオフィスの屋根の場合ですね、冷房用のコンプレッサーを屋根に直接設置するケースがあり、うん、その場合の屋根重量は1スクエアフィートあたり20ポンドに耐えられるように設計されておりますので、はい、わずか5ポンドのですね、太陽光パネルの重さであれば全く問題ありません、うん、ただし一度太陽光システムを設置してしまいますと、屋根の補修工事などは非常に難しくなります。はい。何もしなくても屋根は環境により劣化をし、いつかは補修作業をしなければいけなくなりますので、はい、太陽光設置の際に屋根の補修を同時に行うのは将来的にとても良い選択になります。屋根の見積もりも無料で実施しますので、安心してお問い合わせください。はい。例えばさっき冷房用のコンプレッサーっておっしゃいましたよね。はい、はい。それがすでに乗ってる屋根でも設置はできるんですか？はい、もちろんです。そういった冷房用のコンプレッサーが乗っている屋根でもですね、はい、追加で太陽光パネルを乗せていただくことは全く問題ありません。はい。まあ、何にしても実際に毛塚さんに見ていただいたりだとか、はい、住所とね、はい、過去の電気代のビルのコピーをいただければ、はい、それでご提案は作らせていただいております。はい、わかりました。そして日本語のホームページもありますもんね。そうですね、日本語のホームページも作りましたので、こちらもご覧ください。 URL ですが www.mitsubishielectricsolar.com です。はい。では毛塚さん、はい、最後にいつものようにお電話番号もお願いします。はい。お問い合わせは 855-314-3820 の毛塚までお願いします。はい、毛塚さん、今週もありがとうございました。ありがとうございました。この時間は米国三菱電機の提供でお送りいたしました。